こちら PDC ランキング1位から現在のね1位から4位までのプレイヤーのバレルトセッティングです。これがマイケル・バンガーウェン、現世界チャンピオン、ランキング1位ガーウェン、そして前世界チャンピオンギャリー・アンダーソン。このシャフトとフライトは実際に試合で使用したものですね。試合後に投げてくれたやつです。お宝です。で、3位、ピーター・ライト。こちら、新しいバレル、マンバーですね。そして、ルイス、エイドリアン・ルイス、ジェネレーション2。見ると分かると思うんですが、黒セッティングが多いです。ギャリーはね、スコットランドということで、スコットランドカラーの青ですけども、1位から4位までのうち3人が黒セッティング。なんで黒セッティングが多いの?という秘密に迫ります。ドニー TV ダーツマニアチャンネル。黒セッティングのおすすめということで話をしたいと思います。今まで僕もソフトダーツをずっとやってるときは白のフライトメインでやってたんですけども、ハードダーツやるようになって最近はもうひたすらこの黒いセッティングにしてます。で、周りの人にもこれいいよっていうのを勧めてるんですけども、その理由を簡単に説明させてもらいます。スティールダーツのボード、ハードボードは、こんな白と後ろ黒の交互にこうなってますけども、一番狙う20のトリプル、ここ20のとこですね、この後ろっていうのは黒いです。後ろでこの黒いところに投げるんですけども、シャフトとフライトが黒いと視界の邪魔になりにくいと、刺さったダーツが、投げたダーツが視界の邪魔になりにくいということで、非常に黒フライトを使うとですね、邪魔になりにくいんで、自分のこうストロークに専念しやすいというか、見て、あ、邪魔だなと思ってこう気にして外すということが、非常に少なくなります。狙いやすいですね。特に例を出すと60点残りとか、20のシングルに入れてトップ狙うときにですね、やっぱりこの白いフライトとかだと、少しこう視界気になったりね、こうトップ狙うときにちょっと邪魔だなと思うことがあったりしちゃうかもしれませんけども、黒いフライトだとですね、後ろが黒のおかげで比較的こうトップ狙うのにもあまりこのダーツが邪魔に、すでに刺さっているこのダーツが、視界の邪魔をしにくいというメリットもあったりします。非常にグルーピングしたときもですね、グルーピングしているときもあまりこう邪魔になって見えない、見やすいですね、ターゲットは。そういう利点があるので、スティールダーツに関しては黒いフライトをぜひ試していただきたいなと。使ってみるとですね、この良さがすごくよくわかります。後ろが、狙うところの後ろが黒っていうものに対してのこの黒セッティングというのが非常にメリットが大きかったりしますんで、普段はこう白系を使う方も一度、スティール投げられる方はこの黒いセッティングを試してもらえたらなと思います。世界のトップがこれやってますんで、ぜひお試しください。Frankly, it's almost as if someone was making them up. He needs a treble to take the set. A ball. Dolly TV, Darts Maniac Channel.